それから光通信という話をさせていただきますけれども、まあ、一番お話をしたいのは通信というのはどういうことなんだ。でそれを今大きく担っている光通信というものはどういうふうに成り立っているのか、こういうことをですね一緒になって、考えてみたいと思います。2500年前 の、 ダリウス大王というペルシャの王様がですね、遠くへ情報を伝えるのに太陽の光をですね鏡で反射をしてここに伝えます。この間は例えば20キロぐらい離れているところですね。でこんな塔が立っていて人がいます。太陽の光を反射して、この人に伝えますと、この人はこの人に同じことを伝えて、これを次の塔に伝えていく。でこういうことをやってですね1000キロぐらいの距離を本当に瞬く間に通信をしたということをやっていたようです。モールスっていう人がですね1835年電流をですね入れたり切ったり、これがスイッチですが、電流を入れたり切ったりしますと磁石が鉄を引きつけます。ここに磁石があってですね鉄を引きつける。そうするとそこで、記録が残るという仕組みを考えてですね、通信を始めたんです。でこの通信装置は近代的な電気を使いますからすぐに伝えられるわけでして、実際に非常に広く使われた通信装置になりました。で、実は無線というかラジオで通信をしたいということが長い人類の望みでありましたけれども、マルコニーという人がですねこの無線機で16キロ離れた島とこの陸上の間で通信をやることに成功したんです。これによって初めてですね船との間のやり取りができるようになりました。あるいは大陸と大陸の間の通信ができるようになりました。こうしてだん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 通信の範囲が広がっていったんですね。で、さらにですねそれまでは声を伝えるということが中心でしたけれども、1926年の12月25日に太正天皇がお隠れになったという号外が鈴の根で配ったそうですけど、そのお隠れの号外の鈴の根を聞きながら「い」という字がですね浜松で初めてブラウン管の上に映し出すことができたんですね。でこれをやった人は高柳健次郎先生という方でありますが、日本の方であります。テレビとかそういうところにこうマイクロプロセッサーという小型のコンピューターが入ってます。それが初めてできたのが1972年でありまして、アメリカのホフ、モーツァー、ファジンと日本人の島さんというこの4人で作り上げたのがマイクロプロセッサーでありまして、これが出てきて急激に小型コンピューターが普及を始めていったんですね。でこういうことと大量に通信ができるということが一緒になって光通信が発展していってインターネットにつながっていったんですね。これはですね人工衛星で2001年に地球上の夜の景色を写真に撮ったものを貼り合わせたものであります。でこういうところはですね現在光ファイバーで、実に、つながれています。こういうふうにつながれています。で この白い線が光ファイバーの海底ケーブルでありますけれども、海底ケーブルで全部つながれていてですね、現在地球がこういう海底ケーブルでだいたい2万回ぐらい回るぐらいのファイバーで結ばれている、こういうことになっています。じゃあこういう光通信に使われている光を出すメカニズムっていうのは何だってことをちょっと勉強してみたいと思います。光はどうやって出るのかということですね。で、これ半導体というのはこういう原子、赤いのが原子のつもりでありますけれども、原子がこういっぱい詰まってるわけですね。非常に規則正しく詰まっています。でその外側にですねこういう電子というのがぐるぐる回っています。で実はこの電子の状態が変わると光を出すんであります。ぐる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 回ってるんですね。で普通は一定の距離をちょうど太陽の周りに地球が回ってるみたいにぐるぐるぐるこう回ってます。でそこにですね
何かその光が当たったり、あるいは電圧をかけて電子を流し込むというようなことをしますと、この電子がこのエネルギーを吸収してポンともう一つ別の軌道にバッと上がります。ところがですね、この新しく上がった軌道は不安定でありまして、ここでしばらくこうぐるぐる回ってるんですけれども、途中でですねポッとまた光を出して、つまりちょうどここから上へ上がるときに吸収したと同じような光を出して元の軌道に戻ります。それであとこの軌道に安定に戻るんですね。非常に難しいんです。これはこういうのを誘導放出と言います。皆さんの頭の中は疲労困憊をしていますね。ですからちょうど質問の時間にいたします。なんかどうぞ質問してください。半導体の光の仕組みが分かったんですけど、その後のレーザーの仕組みのところで、反射、はい、分かりました。ちょっとよく分かりません。ちょっと説明しましょうね。この状態でですね、ここ外から光が、これと同じ光が入ってきますと、これは下へ落ちます。エネルギーを失います。ただしその場合には、入ってきた光が2倍の強さに、つまりこの光も入ってきた光に加わって強くなるんですね。そうするとですね、今ここで光が出て、それが鏡で跳ね返ってきて、この電子に、原子に当たりますね。そうするとそこの電子が光を放出します。そうするとこっちから来た光にその光が加わりますから、光が強くなるんですね。いいですね。でそれがどんどん繰り返していきますから、どん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 強く、光が強くなっていく。こういう状態をレーザーと言います。光ファイバーはですね、ここに書いてありますけれども、非常に細いものです。125ミクロン直径のファイバーですね。で実際に光が通るところはコアというところですが、コアの直径はここには書いてありませんけども10ミクロンぐらいであります。10ミクロンという小さなところを光が通っていくわけですね。でこういうファイバーはですね、ガラスでできているわけですが、このガラスの表面はですね、に水がつきますと、そこにクラックが入ってすぐ割れてしまいますので、水がつかないように薄いナイロンでコーティングがしてあります。さらにそこにプラスチックの覆いをつけてですね、 0.9 ミリ、つまりだいたい1ミリぐらいの直径のファイバーユニットというものを作ります。でこれをさらに束ねて、6個ぐらい束ねて一つのまたユニットを作ります。でこういうものをまた束ねてケーブルにして、でこういうものを実際に使うわけですね。これそのケーブルの例であります。ここにたくさんケーブルが束ねてあります。この中に10個ぐらいのファイバーが入ってるわけですね。ここに実際のファイバーがありますから、後で見てください。